令和21年12月11日、エフィリア国の聖域はちょっと揺れた。それに伴い空間がねじれ、空に巨大な目、虚空の目が現れた。虚空の目から鋭い鳴き声が聞こえ、巨大な虚空生物が次々と飛び出し、聖域全体が暗くなった。虚空の目から出てきた怪物たちは狂ったように人々に襲いかかり、行く先々で狼狽を働く。この時、祭壇の中で長年眠っていた生物ミューコビンが輝かしい光を放ち、生物ミューコビンが目覚めた。女王は今最も優秀な勇者を選び、目覚めた生物ミューコビンを勇者に渡した。勇者は生物ミューコビンを持って虚空生物撲滅の旅に出た。本音吐き在庫、本音吐き在庫こそ真相を教えてくれる。本音吐き在庫こそ、本音吐き在庫こそ真相を教えてくれる。
What?
Thank you.
What?